今からね、一回休憩も挟みますけれども、私たちが結局この6ヶ月の中で学んできたことはどんなことなのかっていうことについて、全体像をお話しします。で、それを支えてるね、そのコーチの信念とか世界観とか、そういう話もしたいなというふうに思ってます。で、最初にズバリ結論を言ってしまうとですね、これは僕の考えですからね。これは僕の考えですから、平本さんはちょっと大事そこまで言うとっていうかもしれないんだけど、もういいんです、今日いないから、僕が責任を持って 責任を持ってやります。で、そう、ゴールデンウィークにね、カウンセリングセミナーがあるんです。で、カウンセリングセミナーの中心は何かってアドラーなんです。で、アドラーっていうのはね、自分がやってるのはね、科学じゃないっていう位置づけなんです。で、要は何か絶対的に正しいことを教えてるんじゃないと。で、これは価値観であり思想なんだっていうことです。考え方なんだっていうことです。我々はこれを大切にしたいんだっていうことです。これを大切にすると人間は幸せに生きられるんじゃないかっていうことです。で、実はコーチングもそうなんです。で、もちろんね、その幸せになるようにね、その合理的にですよ、で、再現可能なね、テクノロジーとしても紹介するんですけど、ただコーチングを支えているのは思想なんです。価値観なんです。要は人間の中にみんなね、一人一人本当はやりたいことがあるんだっていうのは、これは科学ではなく思想なんです。価値観なんです。そうあるはずだという思い込みなんです。信念なんです。本当かどうか分かんないんですよ。本当にやりたいことがあるかどうかなんて分かんないの。答えは相手の中にあるって思い込みですから。でも、あると信じるんですよ。あると信じて探すんです。そうすると何かが見つかるってことなんです。で、見つからなくてもしつこいんですよ、私たちは。あるはずなんだから出てくるよねと思ってるわけで、何か欠片でもいいから見つけて、ちょっとそれ持ちながら街中出てみようよと。そしたらそれがピタッとはまる穴があるじゃないか、ね、そういうのを探そうって。もうとにかく我々は自分の思い込みが実現するためにしつこいんです。で、これは科学じゃなくて思想なんですよ。で、私たちはコーチングがね、持ってる思想とか考え方、価値観っていうものをいいと思ってるから多分ここにいるんです。で、今日この後ね、それが何なのかっていうお話をもう一回改めてしてみたいと思います。で、全部採用してくれって話じゃないんです。で、いいなと思ったら、ぜひそれを皆さんも大切にして生きていっていただきたいんです。我々のコーチングのパワーの源泉はそこなんです。テクノロジーじゃないんです。我々が信じてることです。例えばですよ、人間がみんな自分軸を持って生きてったら、それぞれがぶつかって大変なことになるんじゃないかと思う人がいるわけです。これも常識的な考えですよ。ほとんどの人はそう思うと思う。みんなが好き勝手バラバラにやりたいことやったら、世の中めちゃくちゃになるんじゃないかと思ってるんですよ。で、我々はそう思ってないんです。我々そう思ってないんです。すごくみんなが本当にやりたいことを実現するためにはとかね、もっと言っちゃえば、人間は本質的に協力し合いたいと思ってるはずだから、自分がやりたいことも人がやりたいことも同じように大切にするはずなんだと。まだそのスイッチが入ってないだけなんだと。そのテクノロジーが今持ってるか持ってないかって言ったら、不足してるだけなんだと思ってるわけです。だから人間はやりたいことを見つけたらそれも実現したいし、人のやりたいことだって応援したくなるし、一緒にそれをやってみたくなる生き物なんだっていう仮定のもと、仮定というかは強い信念のもと、我々はコーチングをしちゃうんですよ。だから誰が何と言うとビビらないんです。好きなことやっていいんですかって、こんなの嫁さんに知られたら大変なことになりますっていうのにビビらないんですよ。そんなことできるわけじゃないですかって、できるわけないじゃないですかって声に対してビビらないってことなんです。なんでかって言ったら、これは別に事実を争ってるわけじゃなくて、我々の信念の問題だからです。我々はそういうふうに生きていきたいと思ってるっていうことなんです。今日ね、朝一番にお話しした、僕がね、そのコーチングとはっていうののとかね、コーチが信じてることの中で大切だなと思うことに、一番最初に出会ったのが平本さんの言う、コーチはクライアントの夢の第一番目の信者なんだっていうことです。世の中には夢を持ってない人がいると、持っちゃいけないと思ってる人もいると、自分には持てないと思ってる人もいると、持っても叶わないと思ってる人がいると、持ってるけど叶わないと思ってる人もいると、いろんな人がいると。でもコーチは信じてるんだっていうことです。夢は持っていいし、夢は叶う方法があるし、
今持ってる夢は叶うんだってことです。で、変な言い方だけど、人間ってね、そんなに強い信念を持ってないんですよ。そんなに強い確信を持ってないわけだから、コーチがそれを強く強く信じてると何が起こるかっていうと、相手が揺れるんですよ。コーチが、いや夢って叶うんだよって、お前の夢絶対叶うよ、俺は応援するよって、いろんなやり方あるんだから試してみようよって、本気で本気で本気で言ったら、相手が揺れるんですよ。えって、本当なのって。僕は最初に揺れたんです。無理だと思ってたの。笑顔のチーム俺には無理だよって、だって俺嫌われてんだよって思ったわけ。笑顔のチーム無理だよ、だって笑顔のチームないもんって思ってたわけ。だけど、やっていいんだって、お前がやんなきゃダメなんだって言われたんです。で、二つ目の真理に触れたんです。二つ目の大切なこと、それ何かって言ったら、自分にしかできないことがどうもあるんじゃないかっていうことです。なんでコーチが相手の夢の第一の信者かって言ったら、その人が手放したら永遠に形にならない夢があるとコーチは思ってるってことなんです。それが最初の頃のクラスでお伝えした世界遺産というキーワードなんです。今も何十億人もの人が生きてます。で、何百億とかね、もっとの多くの人が生まれて死んで生まれて死んで生まれて死んでしてきたし、これからもっと多くの人が生まれて死んで生まれて死んで生まれて死んでしていくわけです。でも誰一人として私たちと同じ時代同じ場所で同じ体を持って同じ人生を生きた人はいないんですよ。だから我々は完全にユニークな人生を生きてるんです。完全にユニークな人生を生きてるし、ただ一回のチャンスを生きてるんです。で、ただ一回のチャンスのために私たちの祖先は命を長らえて、そして子孫を増やし続けて私たちを産んでくれたわけです。そして私たちはそのただ一回のチャンスを今生きてるんです。で、しかもこのチャンスが何年あるか分かんないんです。で、本当の意味で何年あるか分かんないっていうことを、例えば2年前の東日本大震災で私たちは嫌ってことをまた思い知ったわけです。さらに遡ればね、阪神大震災でも嫌ってことを思い知ったけど、また嫌ってことを思い知ったわけで、個人史の中でもヒヤッとすることってあるじゃないですか。陽さんもそうですよ。陽さんの人生を変えたのもニューヨークテロにたまたま遭遇したからですよ。ニューヨークでね、衝撃だったと思うよね。前日、前々日が彼の誕生日なんだよね。で、奥さんがね、ニューヨークのね、あのヘリでのナイトクルージングをプレゼントしてくれたんだって。で、だから1日前だか2日前だかにさ、夜飛んでんだよ。で、あの時見たビルが跡形もなくなくなったわけで、そこで多くの人が死んだわけで、自分はたまたまその時間そこにいたはずなのに寝坊していけなかったわけ。で、何なんだろうって思うわけですよ。で、そこまでドラマチックなことはなかったとしても、我々の人生の中でもあるじゃない、何なんだろうって。僕もあるんですよ。僕も2回交通事故に遭ってるわけで、2回ともかなり車やっちゃってるんだけど、僕助手席なんだけどね、2回ともね。でも全く無傷なんですよ。もう僕も含めて同乗者もみんな何なんだろうって思うわけ。1回目140キロで中央分離帯突っ込んでるんですよ。で、ドア開かないような、もちろんフレームぐちゃぐちゃな状態になってるんですよ。それでも無傷なんですよ。なんでなんだろうと思うんだよね。なんかあんだろうなと思うんですよ。やれって言われてんだろうなと思うで、勝手な思いなんだけどね。でもなんかまだあんだろうなと思うわけですよ。で、だからコーチングやってるんです。でね、コーチが信じてるのは、みんな一人一人に何かあんだろうなってことです。生きてる何か理由があんだろうなってことです。この人が生まれてきた理由って何かあんだろうなってことです。この人が諦めたらできないこと何かあんだろうなってことなんです。で、それのことを別のキーワードで人生の主人公って言ってるんですよ。で、世界の主人公じゃない、自分の人生の物語の主人公なんですよ。60億人いたら60億分の物語があるんです。で、物語は実は複雑に絡み合ってるの。60億の物語が複雑に絡み合ってるんです。で、もしかしたらすごく大きな物語の一部なのかもしれないんです。今生きてる60億もこれまで生きてきた何百億も複
含めて全部大きな物語の一部なのかもしれない。それは神様にしか分かんないんだけど、少なくとも僕らは僕らの物語の主人公なんです。でコーチングはヒーローインタビューだって言ってるんです。ヒーローインタビューって普通ね、あの野球でさ、のホームラン打ったりなんだりさ、完封したりした人がさ、あの放送席放送席でやられるやつだよね。でそれは過去やったことについて、過去素晴らしいことについて聞かれるんだけど、我々のヒーローインタビューはそうじゃないんですよ。その人はまだどんな物語のヒーローなのかわからないっていうところからスタートしてるわけです。でだからその人が将来どんなことやりたいと思ってるか聞くわけ、過去どんなことやってきたのかを聞くわけで、その中からね、その人って一体どんな人生を生きるのかなっていうことを探していくのがコーチングなんです。みんな素晴らしい可能性を持ってるはずだとコーチは思ってるんですよ。みんな何か生まれてきた意味があるはずだと思ってるんです。でそれを絶対に世の中に出してもらいたいと思ってるわけ。みんながそれを出していくことで世の中が良くなると思ってるわけ。その60億の物語が複雑に絡み合いながらハーモニーをね奏でていく、それがシンフォになっていくっていうのが世界にとっていいことだと思ってるんです。60億の主人公たちがお互いに交流し合いながら、刺激し合いながら、協力し合いながら新しい世界を作っていくっていうのがコーチングがやれることだし、やりたいことだっていうふうに我々は思ってるってことなんです。だからどこから始めるかっていうと、まずこの人がどんな物語の主人公なのかっていうところから始めるんだってことなんです。だからこの人がどんな生き方をしてきたのかって興味があるし、この人にしかない強みってなんだろう、この人にしかない思いってなんだろうってことに興味があるんです。だから話を聞くんですよ。我々の中心にある問いは、まずこの人はどんな物語の主人公なのかってことです。平本さんが以前言ってた言い方で言うと、この人が輝く場所はどんな場所なんだろうってことです。それが平本さんの問いなんです。この人が輝く場所はどんな場所なんだろう、そしてその場所にたどり着いたらこの人はどんなふうに輝くんだろうっていうことです。それが私たちが知りたいことなんですよ。いろんなこと持ってきますよ。その奥さんとの関係どうしたいとかね、会社でどうだとかね、あの業績目標何とか達成したいんだとかね、時間管理がしたいんだ、いいんですよ、聞くんです。我々は仕事だから聞くけど、その背景にあるのは、まあいろいろ言ってるけど、結局この人ってどんな物語の主人公なのかなってことなんです。この人はどんな物語のヒーローなんだろうってことなんですよ。思い起こしたら、子供の頃からヒーローが好きだったん、電気とかすごい読んでたんです。もっと端的にね、ヒーローものが好きだったんです。なんとか戦隊、なんとかジャーみたいなやつが好きだったんです。で好きなので、分かりやすいもんね。だってね、結構苦戦するけどさ、苦戦するけどやっつけるっていうのが好きなの僕ね。苦戦するけどやっつけるっていうのが好きでさ、でやられて頑張れ頑張れとか言ってさ、なんか仲間同士で助け合ったりしてさ、なんか必殺技出して勝つんだよね。予定調和っちゃ予定調和なんだけど、やっぱりさ、絶対勝つもんだと思ってるんです。絶対ヒーローなんだと思ってるんです。でだからクライアントが出てきてもね、なんか一時攻め込まれててもね、いや別に一時攻め込まれてるだけなんだと思うわけ。一時苦しんでるだけなんだと思うわけ。絶対最後は仲間で力を合わせて勝つんだと思ってるわけ。で世界に平和をもたらすんだと思ってるわけ。それがコーチのメンタリティなんですよ。だからダメだなと思わないの。苦しんでる。だって嫌じゃない？日曜の朝さ、普段なんか絶対早くしないんだけど、起こされても起きないんだけど、そのなんとか戦隊が始まる時だけさ、起きるわけ勝手に。でテレビをつけるわけ。である時さ、こんなのだったら嫌だなと思うわけ。テレビをつけたらさ、なんとか戦隊なんとかじゃんってさ、でパッと場面が切り替わってさ、赤ちょうちんになるわけ。で中でさ、レッドとブルーが愚痴ってるわけ酒飲みながら最近ちょっと怪人強いよなみたいな、もうちょっとそろそろ無理じゃねみたいなことをこう言いながらさ、延々愚痴ってるわけよ。いや俺腰痛いしさとかって。それをね、子供の頃の俺が見てたらどうするかって言ったらさ、もうこいつらダメだと思わないはずなんだよ。何言ってんだよお前、レッドだろって思うはずなんです。そういう感じなの。何言ってんだよって、頑張れよって、みんな待ってんだろって思うんですよ。今でもその気持ちなんです。今でもその気持ちなの。だから愚痴ってもいいんだよ。多分その頃のね、子供の僕には分からない大人の事情があるんだと思う。だから愚痴ってる人がいても、僕には分からないその人たちなりの事情があるんだと思うんですよ。多分そうなんだろうと思うの。僕は分かんないんだ。分かんないけど信じてんですよ。この人たちはヒーローだっていうことです。で少し成長したの。
大人になって僕もね少し成長したのは何かって言ったら、なんか勝手にねこの人はこういうヒーローなんだろうと思うんじゃなくて、この人どんなヒーローなんだろうと思うようになったっていうことなんです。でその人がまだ気がついてない自分の可能性っていうのにアクセスする手伝いをするようになったということなんです。でも気持ちは一緒なんです。この人ヒーローだって信じてるだけなんです。私たちはクライアントの夢の信者であるんです。そしてでもね、ほとんどの人はですよ、ほとんどの人は自分の夢に信じてない。自分の夢を信じてないどころか自分の夢に気がついてないんです。自分の夢を気がついてないし、自分が何者かってことをよく分かってないんです。それはそうですよ、そんなことばっかり考えてる人生ってないし、でそんなことを考えたりとか自分の物語を導き出すようなやり方テクノロジーっていうものがないんですよ。ないからほとんどの人は自分がどんな物語の主人公なのかってよく分かんないんです。我々だって分かんないよ。で我々が持ってるのも完璧な探索ツールじゃないんですよ。そうなんだけど、何かこういうものなんじゃないかなっていう仮説を導き出すためのスキルというのを我々はずっとトレーニングしてきたわけ。その人の体と頭がね、心と頭が一致して本当にこの方向に進みたいんだって思えるもの、それを見つけて何か実験を始めてみる。そして何か一つできるようになったら、そこでもう一回本当の自分って何だろうって探求してみる。その繰り返しの中からだんだんと自分の物語が明らかになっていくんですよ。自分がどんな物語のヒーローだったのか、実はそこに至るどんな伏線があったのか、どんどん物語の進行とともに気がついていくんですよ。私たちは物語を読み解くスキルがあるわけ。そしてその物語を読み解きながら物語のその先っていうのを一緒に書いていきたいっていうことなわけで、書きながらどんどんとまたそれをさらに読み解いていこうっていうことなわけで、私たちはそういうプロセスを進んでいくんです。それをやりたいってことなの。まだ誰も読んだこともない物語を一緒に書きたいってことなんです。書きながらそれを現実のものにしていきたいってことなんです。それが我々がやりたいことです。で我々はそのことを6ヶ月間探求してきたんです。だから何か細かいことは忘れちゃってもいいんだ。大切なのは私たちの中心にあるといえば、この人はどんな物語の主人公なんだろう、この人が輝くときはどんなときなんだろうです。でそこさえ忘れなかったら全部そこから逆算すればいいんだよ。全部そこから逆算すればいいんです。未来本当に自分がこんなことをやるんだっていうことに本当に気づけたら、全部そこから逆算すればいいの。じゃあその時の自分だったらどうするの、その時の自分からアドバイスもらったらなんていうの、それだけなんです。本当に自分の人生を貫いてとか、本当に今この瞬間自分が真実だと思える、これが大事なんだっていうことに気がつくことなんです。自分の中核にあるの何なのってことに気がつくことなんです。でそれだけ忘れなかったらいいんですよ。それが判断基準なんです。細かいことも全部、周りの人とどうやって関係性を結ぶかも全部そこから発生する問題なんです。そこから考えるべき問題なんです。基準なく解決方法を考えてもしょうがないんです。自分なりのガイドラインが欲しいんです。ガイドラインは何かって言ったら、自分の人生の物語は何かってことです。どんなことがこれから生まれるかってことです。何を自分の魂が望んでるかっていうことです。そして自分自身が本当に何を大事にして生きていきたいかっていうことです。そのことにだけ意識を向けたいんです。それがずっと言い続けてきた自分軸から始めようってことなんです。自分軸がなかったら目標を立ててもしょうがないんです。行動立ててもしょうがないんです。自分軸がないのに目標を立てたりアクションするっていう理由があるとすれば、それは何かっていうと、自分軸がわからないから仮の目標を立てたり仮のアクションを立てたりしてやってみながら、自分の感情の動きとか周りで起こってくることを調べながら、何がもうより自分が望んでいるものなのかっていうのを調べるためにやるのはいいですよ。自分軸を見つけたいんだっていうことです。それはなぜかといったら、我々全員が多分何らかの使命を持って生まれてきているからです。60億全員が何かの意味を持ってこの地上に生まれてきたからです。そしてその人たちが自分の使命に気がついて自分の人生を生きること、それは他の人が自分の人生を生きることと矛盾しないと我々が思い込んでるからです。必ず共有ゾーンが生まれるという思い込みがあるからです。そして共有ゾーンが生まれた時、それは一人で何かをやるよりも素晴らしいことが起きるっていう信念があるからです。コーチングは一番ベーシックにはここに基づいてるっていうことです。そしてなんです、もう一つだけ幸福の三条件についてもう一度話をしておきたいと思います。私たちはね、人が自分が好き、人のことを信頼できる、そして私は人に貢献できる、社会に貢献できるっていう感覚を持っているときに幸せに生きられるっていうふうに思ってるんです。
自分が好きっていうのは何かって言ったら自分を受け入れるってことです。そして自分を受け入れるって何かって言ったら今の自分のことも受け入れられるし、そして本当に自分が願っていること、自分がやりたいこと、そしてそれをやることも受け入れられるっていうことです。だから現在 OK、 過去も全部 OK、 未来も全部 OK ってことです。でこういう状態を作りたいってことです。だから自分軸に沿って今の自分も受け入れながら過去を全部リソースにしながら生きていくっていうのがコーチングがやりたいことの一つなんです。そして私たちは人間社会に生きてるんです。一人で生きてる人は誰一人としていません。そうだよねっていうことなんです。いや私は一人で生きてますって人がいます。私は誰にも愛されてこなかった。私は誰の手助けも借りなかった。まあそう言いたい気持ちはわかるから OK、 じゃあ今日は赤ちょうちんで話聞こうかなんだけど、でもなんですよ。でも本当はそんなことありえないんだ、僕らは知ってる。で翡翠小太郎っていう人のね、なんか新しい本をパラパラとこの間めくってたらですよ、明日死ぬかもよとか、なんかそんなタイトルの本でしたけど、めくってたらね、こういう話が書いてあったんでね、どうもね計算してみるとね、私たちはねおむつを相当たくさん変えてもらいながら育ってきたらしいと。6000回ぐらい変えてもらったんじゃないかって書いてあるわけ。6000回ってびっくりする数だよね。で今紙おむつで少し楽になったかもしれないけど、ちょっとわからないけど、6000回は変えてもらったんじゃないかって彼は計算してるわけ。気が遠くなるような回数ですよ。夜中だってね変えてあげたりするわけでしょ。で誰にも愛されなかったなんて誰が言えるって話ですよ。誰にも面倒見てもらえなかったって誰が言えるって、我々がしてもらったのはおむつ変えてもらったことだけかってことですよ。そんなことないんです。愛されることが一回もなかったら私たちは生まれた直後に死ぬんですよ、間違いなく。事実としてそういう生き物なんです、人間っていうのは。何が人間を支えてるか、何が人間社会を作ってるかって言ったら、人間が極めて賢いと同時に極めて脆弱な生き物であるってことです。弱い生き物であるっていうことです。だから我々は協力せざるを得なかったんです。我々は助け合うっていうことを選択したんです。それが人間の強さなんです。我々がしてもらったのはおむつを変えてもらったことだけじゃないじゃないですか。多くの人にいろんなことを教えてもらって、支えてもらって、勇気づけしてもらって、子供の時だってそうだし、大人になったってそうだし、いろんな人に刺激を受けて今ここに来てるんですよ。誰も一人で生きてないんです。その状況なのに人のことが信じられないってすごく悲しいし残念なことじゃないですか。信じたいんです。信じるに足りる存在だと思いたいんです。遠くにね素敵な経営者でね、熊谷さんという方がいてね、でうちのスクールの卒業生ですけどね、で彼女本当に頑張ってるの、自分のねサロンというかお店というかね、の従業員を本当に一人一人愛してですね、で彼女たちがね、その何年何十年経ってもね自分のスタイルで働いていける職場を作りたいって言ってね、でお店の人たちの意見を作りながら、意見をねどんどん汲み取りながら、本当に共有ゾーンでお店作りをしてます。お客さんにもすごい喜ばれてる。で売り上げもどんどん上げてます。で彼女がねクラスの中である時ね質問してくれたんです。ここに来てコーチング学んで、ですごくお店が良くなったって。まあだけどその中でねうまくいかなくてちょっと揉めてね、で辞めちゃった子もいたんだって。まあそのこと自体はいいんだと。でもねって、それが結構大変な辞め方で、でちょっとねその弁護士入れたりとかなんだりとかね、いろんなことが起こったんだと言うんです。でね、私はこのクラスでね人のことを信じるものだと、人は信じられるものだと言われてたから信じたいと思ってると。だけど弁護士とかねいろんな先生に言われるんだと、あんたそんなこと言ってるからこんなハメになるんだぞと、人なんか信じられるもんじゃないと、もっと人を信じないベースで組織を作らないとダメだと言われたんですと。どうしたらいいんでしょうかっていう質問があったんです。で平本さんがいたのね。で平本さんが質問を返したわけ。なんかそのことに対してどう対処するかについてコーチングを受けたいのか、それともそのことについてただ私の考えを聞きたいだけですかって聞いたんです。それで、ね、彼女が言ったわけ。あ、もうそれは決着ついてるんでいいんですと。あの事象としてはもう決着ついてるんだけど、私の中で疑問があるだけだから、あの平本さんの考えがあったら聞かせてもらいたいって言ったの。あ、わかりました、それの答えは一言ですって言ったんですよ。でホワイトボードに書いたの。信頼するけど期待しないって書いた。こうあってほしい、こうしてほしいっていうのは期待なんだと。期待するから裏切られるんだと。で期待に応えてほしかったら仕組みを作るのが我々の仕事なんだっていうことです。その通りにやってもらう仕組みを作りなさいっていうことです。それと信頼するしない別なんだと。信頼と期待を混同しちゃいけないっていうことです。
僕その話聞いて思ったんです。人間は信頼するに足りる存在だと。本当にその人に対してね、こちらが真剣な思いを持って関わり、真剣な思いを伝え、でその人の本当にやりたいことを聞き出して、それを大切にしようとすればです。そして一緒にできることを探して一緒に生きていこうとすれば、人間っていうのは信頼するに足りる存在だと思いたいっていうことです。もちろんこれまで生きてきたいろんなことがあるし、目先の欲望だの何だのもあるかもしれないし、何かの事情もあるかもしれない、だから期待通りにいかないことはあるかもしれないけど、基本的には信頼に足る存在だっていうふうに思いたいなと、その話を聞いて思ったんです。でもっと期待通りに一緒に何かを作り上げたいんだったら、そういう仕組みを一緒に作ったらいいんです。お互い納得ができる仕組みを。大切なことの2つ目は、せっかく人と生きてくるんだから、やっぱり信頼に足るよねとか、あ、こういうふうに関わったらこの範囲は信頼できるよねって、ここから先は俺の期待だから、ちゃんとなんか話し合って仕組み作ってうまくいくようにしたいよねってやれば、人間っていうのは信頼するに足りるんだと。信頼しないで疑心暗鬼で生きるよりも、信頼して生きた方が、金八先生も言ってるじゃないですかね、ね、人を信じてなんとかね、泣く方がいいとかなんか言ってるじゃないですか、ね、あ、そういうことなんですよ。で、泣かないために仕組みを作ればいいわけで、信じたいんですよ我々は。だから信じている時の方が多分幸せなんです。僕最初に学んだね、実はね、あの心理療法とかね、その手のものってね、交流分析っていうやつ で交流分析では言うのね、 I'm OK You are OK っていうのが幸せの基盤だっていうわけで、ここに来たらもう一個別のこと言われたわけ。 I'm OK You are OK だけじゃなくて、アドラーではね、私は貢献できるっていう、貢献感を持てるっていうのが大切だっていうわけ。これもとても大切なことです。で、おばあちゃんのこと思い出すのね。おばあちゃんにかわいそうなことしたなと思って、すごくいつもニコニコしてね、元気でね、年取っても元気だったんだけどね、年寄りをね、あんまり働かせておくとね、元気だからって言ってね、いろいろさせておくとね、なんか近所の声がうるさいんだって、よくわかんないけど、あんなおばあちゃん働かせてもうみたいな、お嫁さんがいろいろ近所の人に言われるんだって。でさ、かわいそうにさ、おばあちゃんはさ、なんか掃除したり洗濯したりが好きだったのにさ、あんまりさせてもらえなくなっちゃったわけ。ですることないと人間で老け込むんだよね、すごいね。ですごいなんかね、かわいそうだったなって、もっとね、やりたかっただろうし、やれたら貢献感ずっと持てるんだよね。世界一、あ、違う、日本一大切にしたい会社とか、なんかそんな本の中に出てくるね、チョークの工場のね、話があるよね、チョークの会社の話がね、障害者雇用率が異常に高いというかね、そういうところで、で、障害者のね、人で、まあ、知的障害も持ってたりもするんでしょう、なんか、なかなかうまく、作業ができなくてね、で怒られるけど必死になって仕事するんだって。で彼らが一番怒られて嫌がる怒られ方が何かっていうと、そんなんだったら施設に帰れって言われるとすごい嫌がるんだって言うんだって。で社長さんが不思議に思ったって言うんだよね。なんでだろうって、だって施設にいたら、ね、みんなに別にいいねいいねと、大丈夫大丈夫それでいいんだって言ってもらえるし、楽にしてられるし、でなんでこんなところに来て怒られてもう仕事したがるんだろうって、でわけが分かんなくて、でなんか法事かなんかだとお坊さんに聞いたって言うんでね、でお坊さんも一刀両断だったって言うんです。人間は人の役に立ってる時に幸せだと思えるんだって、それがなかったら幸せだと思えないんだよって、それは障害があろうがなかろうが一緒なんだっていうことです。私たちはこの3つを大切にしたいんです。自分が過去現在未来通じて、あ、OK だなと思えるように生きていけること、そして周りの人、自分が関わってる人を信頼するに足りるなと思えること、そして私は本当にその人たちの中にあって役に立てると思えること、実はそれを作っていくのもコーチングです。私たちが作る幸せの物語っていうのはだからなんですよ。私たちが導き出すヒーローの物語っていうのはだから、必ず自分らしく人に貢献するにつながっちゃうはずなんです。つながっちゃうはずなんです。我々はそれが幸せだと思ってるからです。でそこまで深掘りするからです。で深掘りしたら何かが出てくるんです。だからあいつを蹴落として俺だけ一番になればいいんだ、それが俺の幸せなんだ、俺の家族の幸せなんだに対しては、それはそれでいいなと思いながらも、その先があるはずだと思うんですよ。物語はそこで終わるはずがないからです。我々が想定している究極の物語について話をします。我々がコーチングをしている究極の理由について話をしたいんです。それは何かって言ったら、アドラーの言い方で言う共同体感覚っていうのを全ての人間が持てるようになることです。どういうことかなんです。共同体感覚っていうのは、自分がいる共同体の中において、自分がいるコミュニティの中において、私は自分のことが好きだと思えるっていうことです。私は周りの人間のことが信頼できると思えることです。そして私はこのコミュニティに対して貢献できると思えることです。多分ですよ、14期の仲間を前にして私たちは言えると思うんです。何らかのレベルで14期の仲間を前にして私は自分が好きですって言えると思うんです。
10点満点じゃないかもしれないけどね、好きになったって言えると思うんです。そして私はあなたたちのことが信頼できるって言えると思うんです。10点満点だったらいいなと思うけど、でも言えると思うんです、信頼できる。そして何らかの形で貢献したいと思ってるし、できるところがあるって言えると思うんです。それが共同体感覚なんです。私たちはこの14期のメンバーに対して共同体感覚を持ってるんです。そしてなんですよ、ポイントはここからなんです。じゃああなたは今いる会社で共同体感覚を持ってるかってことです。今いる会社で周りのメンバーを前にしたときに、私は自分が好きで、私はあなたたちのことが信頼できて、私はあなたたちに貢献できるって言えるかってことです。私たちの家族の前で言えるかっていうことです。私たちの地域社会の中で言えるかっていうことです。で、言えないからって自分を責めないでください。言えるようになりたいっていうことです。だってそこも私たちが関わってる共同体だからです。コーチングの究極の目的の一つは、私たちが関わるクライアントが、そしてもちろん私たち自身が、私たちの関わってる共同体の中で共同体感覚を持てるようになるっていうことです。私たちがいつどこにいても自分が好きで、人が信頼できて、私は貢献できるって思えるようになるのが私たちが目指していることなんです。究極を言えばです。そしてそれを未来に向けて広げていきたいんです。例えば OK、 じゃあうちの会社のメンバーを前にして俺は幸せだと言えるし、こいつら信頼できるし、私は貢献できると言えると。で、だからとにかくライバル会社を蹴落として、でこういう結果を出すんだと、いいじゃないかと、いいんです、今は、今はなんですよ。でもどこかの未来でその人たちとも一緒に仕事をする可能性はゼロじゃないんです。吸収したりされたりする可能性もゼロじゃない、協業する可能性ゼロじゃないんです、何かで関係性を持つこともゼロじゃないんです。その時に胸を張って言えるのかってことです。私は自分が好きで、人のことを信頼できて貢献できるって、言いにくいじゃないですか。だから我々はもっと大きな物語を探したいんです。ただ自分の成功だけで良しとするところで、今はいいかもしれないけど、この人はとどまらないはずだって、この人はもっと大きな物語の主人公であるはずだって思いたいんですよ。もっと未来を伸ばしたいんです。私たちはちょっと今もしかしたら生きづらいかもしれない世の中に生きてるんです。でも言いづらいことを言うのもコーチの仕事だと思うから、はっきり言います。私たちは自分の子孫の世代に対して、本当に自分が好きで、あなたたちのことを信頼できて、私はあなたたちに貢献できるって今自信を持って言える状態にいるかってことです。私たちが作ってる社会は、私たちが作ってきた社会は本当にそう言えるのかってことです。自信を持って言えますかっていうことです。地震の後起こってきたこと、私たちが選択してきたこと、今私たちがやってることを持って、自信を持って未来の世代に対して、私はあなたたちに貢献できるって言えるかってことです。言えなかったとしたら、我々の魂はどっかで苦しがってるんですよ。で、コーチングはそれもスコープに入れてるんです。一人がその人の人生を終えたときに、そしてその後の残された世代を考えたときにも、私は本当に誰に対しても自分が好きで、人のことが信頼できて、私は貢献できたって言えたら素晴らしいなと思ってるんです。そこに向かって生きてるんです。アドラー派の研究者たちは言うんですよ、共同体感覚とは何かと。一番保守的なね、一番控えめな研究者たちがこう言います。共同体感覚というのは、人類が始まってから人類が終わるまで、全ての人類を想定したときに、それを目の前にして、私は自分が好き、人は信頼できる、私は貢献できるというのが、言うことができるのが共同体感覚だって、一番控えめな人たちが言います。一番過激な人たちはこういうふうに言います。宇宙が始まってから宇宙が終わるまでの全存在全物質というのを前にしたときに、私は自分が好きで、人は信頼できて、私は貢献できると言えるっていうのが共同体感覚であり、我々はそれを目指したいんだということです。コーチングは、そしてコーチは非常に大きな物語を探してるんです。その人の人生の中で最大の可能性を探してるんです。その人が本当の意味で共同体感覚を持てることをどこかで支援したいんです。で、その人の物語を徹底して引き出していったら、どっかで本当にその人が大きな大きな共同体感覚を持てるような、すごく大きな世界を前にしても、自分が好きで、人が信頼できて、私は貢献できるって、その人が思えるような物語を一緒に探したいんですよ。誰の中にもそういう物語があるはずだって
思っているのが我々の情熱なんです。ほとんどの場合は時間がないから見つからないよきっと、でもどこかそこに向かって努力をしているんだってことは忘れたくないっていうことです。それが我々の魂なんです。我々がコーチングをやる本当の根源なんです。みんながそういうふうに生きられたらいいっていう思いなんです。非常に大きな話だけども最後なので皆さんと共有しておきたいなと思ってお話をします。